はいどうもルールカーです。黒騎士と白の魔王をやっていきたいと思います。今日はね、いつもは降臨とかやったりするんですけど、ちょっとそこら辺と趣向を変えて、みんなやってるかなって、やってると思うんですけれども、確認の意味を込めて、みんなこれやってますかっていうところを一緒に確認していけたらいいなと思っております。今日確認したいのはマイタウンですね。で、自分がメインでやってる職業がどれかで、多分ここの素材最終場所のねレベルが違うと思うんですけど、僕はプリンストやってるんで、生産が、裁縫なんですよ。裁縫レベル今26なんですけど、なのでこちらの森林をね、まあメインでレベルを上げてる感じですね。スプリとかもだいたい森林に活かして、誰か来てくれたら森林行ってもらってっていうのをやっております。はい、なのでみんなもね、火事だったら火口と鉱山とか、まあいろいろあると思うんですけども、それを何のためにやるかって言ったら、アクセサリーを作るためじゃないですか。で、アクセサリーを作るのに、まあ、必要な素材っていうのは、こうやって決まってるんですけど、ぶっちゃけちゃうと、ここに載ってないの、いりませんよね。ぶっちゃけ。いりませんよね。そこでなんですけども、まあ、ゴールドが今50万あるんで、そんな急いで売る必要はないんだけど、必要ない素材っていうのはもう売ってしまいましょう、高く売れるものから。で、ブルーアイは水曜のマント作るように使うと、これとかですね。で、確認していくら出れるか。そうすると1個4500が最低なんで、まあ、結構差があるな。4800にしようかなとか。相場ほんと毎日変わるんで、これは結構ね、重要だと思います。このゲームをやる上で、このレベル上げたりをするのと同じぐらい、まあ大事だなと思います。これ遺跡の源、たまに、最初場所から出ますよね。これだからそんな高くないと。1150。で、なんかね、ゼリーはね、まだ高く売れる感じですね。だから俺もうほとんど売っちゃってるんで持ってないんですけど、冒険行かないとね。またこんなもんかな。うん、あ、まだありますね。ここら辺の石とかも結構高く売れたりするんですよね。数があるから800とか。もうほんとね、冒険終わったらこれをね、やっぱり欠かさずやる方がいいと思います。やっぱり相場変わっちゃうんで。はい。で、高く売りたいものとかってあるじゃないですか。それは逆に、絞って、これですね。絞って、例えばこのホワイトリキッド、これ1個1800で売れると、じゃあこれを手に入れようかとか、安ら組これを手に入れようかとかっていうのをね、
もう早速入れましたね。これを素材の売るところじゃなくて、よいしょ、生産所の本日はどのようなご用件ですか。ここじゃないな、これだ。でこれの例えばこれをバザーで入手するしかないか。クエストないんだ。あ、ということはあれだ、採取でしか出ないってことだ。で、こうやってクエストで入手っていう風にやれば、どこのクエストで出るかも、こう一発で網羅されるんで、高く売れるなと思った素材は、もうどんどん集めていきましょう。で、ここら辺の下の方にあるやつ1とかでしか売れないんで。だから、1個だけ残しといて、それで、こう、売るものをね、確認しておくっていうのも大事かもしれないですね。視点石とかね、これ結構集めたよ、視点石。はい、まあこんな感じですかね。今売れたってことなんで、また別のものを、あ、また売れましたね。結構売れるの早いんですよ。視点石とか売れないんだね。選ぶでやると出てくるのか。あれでも視点石ないな。視点石とか売れないのか。出品不可って書いてあるわ。マジックボトルどのくらいで売れるんだこれ。159、まあいいでしょう。まあこんな感じでね、やっていくと、例えば自分が必要な素材、今だったら俺水曜のマント作りたいんで、水曜のマント作りたいんですけど素材がないんですよ。これ素材確認で、これをツヤのある糸、これをバザーで入手すれば OK と。あ、安いね。って思ったら99個買うと。これもね、さっき物を売ったから、おかげで、まあ、安く手に入る。楽に手に入るっていう。水の滴る鱗。あ、これも安いじゃん。結構水曜のマント安く作れる。意外とこれが高いんですよ。数が必要なやつって高い。これ1回に30個必要なんで。これね、水曜のマントで俺餌ハイクオリティ作れたんですよ。だからかなりね、ここはちょっと鍛えていきたいところなんですよね。これもうほんとね、アクセサリー生産とかね、金があるとね、一日中やっちゃいますよ。ほんと。降臨とかもすごい大事なんですけど、やっぱり、戦闘力を上げないと話にならないんで、ギルドメンバーに役割分担してやると楽しいかもしれないです。相場ちょっと調べてもらう人、時間に融通聞く人でがいれば、相場を2日に1回ぐらいチェックしてもらったりとか、
主要なアイテム、手に入りやすくて安く高く売れるやつとか、そういうのをまあチェックしといてもらうとか。そういうのとかね、分担してやると面白いと思うんですよ、ギルドとしても。これも作れないね。で、作り終わったらしっかり合成をしていくと。10個作れたかな。ラックボーナスで見るとね、今これで40いったから攻撃力がプラス4上がったんですよ。これもね、貯めていって、これエースハイクオリティが多分110まで上がると思うんですけど、そうすると一目で40もつくんですよね。で、これで能力値底上げすると。今能力値が3742なんで、はい、結構いい感じになったかなと思って。あとは連合に入ってると、連合ミッションっていうのがあって、まあ、そこでも大量にこうアイテムが手に入ったりしますね。連合ミッション、これをクリアしていくと。うん、あとギルを使えばね、レアメダルもらえるし、なかなかいいことだらけです、ほんと。あ、バザー2個売れましたね。こんな感じですね。まあ、こうやってね、お金をこう循環していくと、まあ、市場も活性化するし、市場が活性化すれば、自分が欲しい素材がだんだん安くなってきたりもすると。ことですね。はい。こんな感じかな。うん、やっぱあとはピスタチオ、高級ピスタチオ、いらっしゃいませ。レアメダルショップにあるんで、これは持っといた方がいいのかなって思いますね、僕は。レアガチャチケット50枚だったらもらっちゃいましょう。あ、もう40枚だ。ラッキー。で、ギルショップにスタミナ回復薬が1000ゴールドで出たら買いましょう。これで、冒険安心なんで。今俺もスタミナ回復薬183個。もっと冒険しろよって話なんですけどね。はい。まあそんな感じで、まあいろいろ準備して。で、行きたい降臨が出てきたりとか、周回したいクエストが出てきた時に一気に回る。まあ、それをやることで、自分の、ね、新しい欲しいアクセサリー作ったりとか、っていう風になっていくんで、俺まだ降臨のアクセサリーとかを一個も作ったことないんで、まあ、ここら辺もみんなと協力してやっていきたいなっていうのと、神獄級まだ、一回も挑戦したことないんで、そこら辺もみんなと協力して挑みたいなと思っております。まあ、それ、最後になっちゃうんですけれども、ギルドメンバーをね、募集しております。夜行長という、ギルドなんですけれども、現在、6名しかいないんですね、メンバーが。2、4、6名。私含めて6名。なので、ぜひね、10名、募集しておりますんで、ぜひね、我こそはと。思う方は、まず、ルール化まで、フレンド申請、そして、トーク、よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴どうもありがとうございました。じゃあの。